どうも皆さんこんばんは。 Welcome to my game channel ということのコブラです。今回は肥料プランターの使い方について紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ざっとこちらにプランターを用意しました。こちらに関しては、一番下のプランターでも構いません。まず堆肥の山をセットします。堆肥の山をセットした後、作り方が下記の通りです。繊維、腐肉、骨粉を入れると堆肥が作成できます。堆肥作成した後にそれをプランターの中に入れます。プランターに入れた肥料の中のノーマルの堆肥では下記の通りです。代表的なのが膨張剤ですとか、デザートベリー、そしてですね、いつもよく取れる繊維とかですとか、あとアロエですとか、そういったものが生育可能です。続きまして、強力な堆肥の作成仕方について説明させていただきます。地、堆肥、未加工の灰。地は動物の頭、未加工の灰は黒曜石から取れます。強力な堆肥は各ハスの花で生育するのに必要な肥料です。その他の動画で各ハスの花のロケーションも上げていますので、よかったらご参考にまで、お願いいたします。よかったらチャンネル登録、高評価していただけると助かります。ご視聴ありがとうございました。コブラでした。